鹿殿林鹿殿林は、新末の官僚。字は、茂ル剣。直霊省提供県出身。父の歌詞州は、奇州省と、府の地府だったが、1855年に、柳天聖率いる病民の放棄軍の包囲を、受けていた。鹿殿林は兵を集めて、救援に駆けつけ、10ヶ月間持ちこたえたが、ついに陥落して、歌詞州は戦死した。ンリンは、運気総得に、 父の死を報告して、と脱会作戦に参加し、両親の意外を埋葬した。時に二十歳で、このことにより彼の名は知られることになった。巨人の時に、金差大臣勝坊の軍に従って、年軍と戦い、同志となった。千八百六十二年、新士となり、初期地に選ばれた。後に、厚生省の知見となったが、非族の討伐で、経輪地府に昇進した。 1878年、練習地府に移動となった。この時、真の副将の利用祭が無本を起こして、ベトナムで拒兵したが、鹿伝林はこれを鎮圧して、恵牛を吉道に昇進した。その後、福建あゼチ、四川あゼチ、四川不正主と昇進していった。1883年に、河南巡部となり、1885年に、先制巡部に移動した。 一旦病で知り添くが、1889年に先制準部に復帰し、日清戦争の際には、西安将軍も兼ねて兵を派遣した。1895年、四戦争督となった。1898年、関東準部となり、さらにチャンス準部に移動となった。1900年に、義和団の乱が発生すると兵を集めて、 西安へ逃走する西大港と高所邸を護衛した。この港で、両港総督となり、さらに軍機大臣に転任した。さらに、左と御師、戸部少所となった。朝廷が北京に戻った後は、ただし弁政務大臣も兼ね、1905年に、吏部少所に、選った1908年、戦闘廷が立つと、鹿殿林は、摂政王の厚志親郎、はじめとともに、 生大公の遺症を受け、大使昇法、さらに大使、王の保つとなり、大人格大学士、東格大学士を歴任した。死後、文担の死後を送られた。ありがとうございます。